成本敏秀は、兵庫県西宮市出身の元プロ野球選手、野球指導者。1968年、西宮市で医療品店を経営する両親のもとに生まれる。小学校の頃は、阪神タイガース子供の会に入り、自転車でわずか20分の距離だった、甲子園球場で、年10回以上は観戦していた。掛布正幸に憧れ、中学校では4番。 三塁手を務めた。進学した地元の西宮東高では、部員がわずか12名だったこともあって当初に転校。全体練習後に1時間以上かけて投球フォームを固め、さらに向川沿いを走ってトレーニングしていた。3年夏の県大会は、ベスト16で敗れたが、最速時速 138km の速球が、スカウトに注目されるようになっていた。 高校卒業後はセレクションを受けて進学、京都産業大学公式野球部に所属。怪我を克服して4年時の春季リーグ戦では6勝を上げて最優秀投手に選ばれた。4年秋のリーグ戦では、龍谷大との優勝決定戦で、胴上げ投手となっている。リーグ戦で、通算10勝3敗の成績を残したが秋に、再び故障して、プロから、 声はかからず、大阪ガスに進んだ。社会人1年目の1991年は、西岡洋がエースとして活躍し、チームは第18回社会人野球日本選手権大会で準優勝している。このため成本に大きな負担はかからず、西間さふから野球に対する厳しい姿勢を学びながら、故障を乗り越えた。西岡がプロ入りした翌1992年は、 AS としてチームを支え、都市対抗では予選3試合で完投し、本大会でも NTT 新越をも安打に抑えて完投勝利を挙げている。同年のドラフト会議にて千葉ロッテマリーンズから2位指名を受け入団。なお、契約金と年俸はそれぞれ7500万円、800万円だった。入団当初は同期入団かつ同年齢の武藤純一郎に ライバル意識を持っていた。1993年シーズンは開幕時を唯一一軍で迎え3試合に先発したが主に中継ぎとして計37試合に登板し同年のシーズンオフの公開では年俸1500万円となり無党の金額を抜いた。1994年シーズンは川本育氏の不調もあり安定感を評価されて 抑えを任され19セーブを挙げている。同年オフには大学時代から交際していた共産大のゼミの同級生と結婚。1995年シーズンからは復調した川本と共にダブルストッパーとして活躍し、オールスターゲームにも初出場を果たした。1996年シーズンは2年連続でオールスター出場を果たし、30セーブポイントで最優秀救援投手の タイトルを獲得。同年のシーズンオフには、年俸も1億円の大台に乗っている。1997年2月のアリゾナでのキャンプ中、紅白戦で登板した後に右肘に、違和感を覚える。ペースを落として、調整を続けたが小指と薬指の感覚がなくなり、開幕直後に一軍登録を抹消。7月に一軍に復帰して騙し騙し投げていたが、結果が伴わず、 近藤昭人監督の勧めで来日中のフランク・ジョーブ博士に診察を受けた。さらに、アメリカで精密検査を受け、右肘の腱が切れて関節が緩くなっていることが分かった。そのままでは70%の力しか出せず、時間が経てばさらに衰えると診断され、9月19日に左手首の腱を右肘に移植する手術を受けた。 クワタマスミ村田長次も同じ手術を受けていたため大きな不安はなかったという。手術後10日ほどはギプスで固定された右腕が全く動かせず、その後は腕が1.5倍に腫れ上がって常に曲がった状態だった。リハビリは右腕の屈伸から始まり続いて 1kg ぐらいのものを持ったりジョギングするようになる。1998年2月にはロッテがキャンプを 行うアリゾナ州ピオリアに移って、検査を受けて、キャンプに参加し、下から投げるところからスローイングなども始めた。チームの帰国後は、アリゾナに残って、サンディエゴパドレスのキャンプに参加し、3月末に帰国してからのリハビリを続けている。7月にサイトベイして検査したところ炎症が見つかって、投球禁止となり、同年は、イースタンリーグでの登板すらなかった。 10月に入ってから黒潮リーグで2試合に先発している。1999年シーズンはキャンプからスタミナ要請を重視し、先発としてイースタンリーグで16試合に登板して腕の振りがスムーズになってきたところで一軍に昇格。8月22日の対近鉄戦が復帰戦となり、ルーキー以来の先発で2年ぶりの勝利を挙げた。この試合は、 千葉マリンスタジアムでの開催で、前日に予告選抜で名前が告げられると大きな歓声が上がり、当日のヒーローインタビュー後はロッカールームで同僚が拍手で成本を出迎えたという。2000年シーズンは夏場まで調子が上がらず、シーズン終盤は再びリリーフに回り、休息も戻ってきたものの球団の期待より回復のペースは遅かった。 コンディショニングコーチの立花隆二らは復活の可能性を感じていたが、一軍では小林正秀がリリーフエースに成長し、立花も同年のシーズン限りでの対談が決まり、イースタンリーグ公式戦終了翌日の10月5日に戦力外通告を受けた。ロッテからはフロント入りを進められたが、もう一度納得のいく投球をしたいとの思いから、現役続行を希望して、 自由契約となる。選手再生に実績がある野村克也が監督、自身の前世時にロッテで監督を務めた八木沢総六が、投手コーチを務める阪神タイガースに対象を絞って入団を目指した。大阪ガスのグラウンドで練習をして10月24日から阪神なるお浜球場での入団テストに臨み、請求力などを評価されて合格が決まった。 2001年シーズンのオープン戦は7試合に登板して防御率1.294セーブの好成績を残し開幕直前にクローザーを任される開幕第2戦の3月31日の対巨人戦で3点リードの9回1試から初登板するとホームランを打たれた上に走者を貯めながらも後続を断ってチームは勝利続く4月3日の対広島戦で 初セーブを記録すると安定し始め、5月4日の対、中日戦では3イニングを投げて、勝利投手となるなど、肩の不安も解消。5年ぶりに、同年のオールスターゲームにも出場し、最終的に20セーブを記録して、カムバック賞を受賞。同年オフには3倍増となる年俸4500万円で、契約を公開している。2002年シーズンは、 クローザー候補のマーク・バルデスの加入もあって、開幕に軍スタートとなる。星野千一監督がチームの若返りを目指す中、吉野誠や金沢武との成長もあり、一軍当板の機会なくシーズンを終え、同年のシーズンオフに、成本自身二度目の戦力外通告を受けた。2003年シーズンにはヤクルトスワローズへ移籍。同年のシーズンは32試合に当板。 2004年シーズン限りで自由契約となり、同年のシーズンオフの11月24日には、カリノス球場で12球団合同トライアウトを受けている。2005年シーズンは中華職業の統一に入団。同年のシーズン限りで現役を引退。2006年にヤクルトの一軍投資コーチに就任。2007年は21年ぶりの再開と、チームが低迷したため、 シーズン終了後に責任を取る形でヤクルトを退団。2008年から、フルス・ロッテの一軍ブルペン担当コーチ。2010年は二軍投資コーチ。2011年からは一軍投資コーチを務めたが、チーム防御率リーグ再開に低迷し、13年ぶりの再開に終わった。2012年からは再び二軍投資コーチを務める。同年10月15日。 球団から来季のコーチ契約更新はない旨を通知された。2013年より大阪ガスの投資コーチを務める。2015年から再びヤクルトに復帰し、二軍チーフ投資コーチに就任。2016年シーズン終了後、ヤクルトの二軍コーチを退任。2017年から再び大阪ガス公式野球部にてアドバイザーとして指導した。2018年5月8日。 ベースボールチャレンジリーグの市が、ユナイテッドベースボールクラブの投手コーチに就任。同年8月24日、体調不良で休養した、監督の松本忠の後を受けて、代理監督に就任することが発表された。9月8日に松本が監督に復帰し、成本も投手コーチに復帰した。シーズン終了後、松本の監督退任に伴い、 2019年から正式に監督へ就任することが発表された。2020年シーズン終了後の10月10日に退任が発表された。速球の球速は時速140キロメートル程度しか出なかった。しかし投球フォームや配球のバランスが良く、見た目より球の出が遅く、かつ腕の振りが見えないフォームを持っていた。高校時代はストレートとカーブだけだった球種も、 大学時代にスライダー、社会人でフォークボールを習得し、さらにプロでストレートとフォークに磨きをかけた。こうしてスライダーとフォークをウィニングショットとし、三振も取れて大崩れしにくい投手となった。メンタル面にも強い関心を持ち、現役時代は多くの書籍を読んで研究している。クローザー時代は5回にはブルペンに入って7回から肩を作り、 マウンドに向かう段階で投球する姿をイメージして、一気に集中を高めたという。この際に、最悪の事態を想定して、自らに緊張を与え、緊迫した場面での動揺を防ぐとともに、最後は打ち取る良いイメージでまとめていた。また食事など健康管理にも気を配り、試合前日は炭水化物、当番後は疲労回復のために肉を取り、 それ以外は魚や火を通した野菜を中心としたメニューとしていた。ありがとうございます。